いいいいや、いるかもいないそうったことないかこの家とかなんじゃないもしかして <laughs> ねえね,ねえねえねえさあ来ました青の箱走ってんのかな 主人公主人公男の子なのかなうん、バドミント、んバスケえどっちうん、まあ。バスケだね。あ、ああれか、もう一人、女の子かなこれが、会いたい人。 おあ、い,い <laughs> そんな、たまたますげえタイミングでま飛んできたね。あ、先輩敬語だわ。うん。かわいいじゃん。かわいいじゃん。<laughs> わあ、めっちゃ綺麗だね。映像。ああ<ー>、キットカットじゃない。 コットだったかな、今。いや、溶けてないかい <laughs> ねえ、ポッケに入れとくとチョコは。<laughs> 許すもう溶けたチョコだって許すよ。ああ、こういうね、あれもあるんだ。デフォルメも。バトミント。ンあ、なんかみんなすごいね。うん。え、体育館広広 <laughs> ああ、うん。うん。うん。ああ、この子うん、ちなつ。うん。お互い部活違うんだね。うん。 いやなんか、BGM もいいなあ。おっ、オープニング。この青の箱ってどういう意味なんだろうなわあ、わーいいなあ。いやー曲と映像いいなあ。いや、このキャラクターのタッチも好き。ああ、かわいいえへへ、かわいいな今の、あの先輩か 違うんじゃん。ああ。この二、ええー、何お揃いで。ああ。バドミントン。うん。この二人のあれかな。まあ、部活のあれも見ていきつつ、まあ、恋愛模様も描かれてみたいな感じなのかな。バトミントンメインいや、バスケもあるよね。 けど、こっちが主人公ってことでいいの踊ってらっしゃるけど。え、てか、まじでいいね、オープニング。<laughs> うわー、この映像のクオリティは、うわー、もう絶対楽しいやつでしょう。<laughs> ね、これだけでももう、確信を持てるんだけど。うわー、暑そうだね。 このタイトルだけ、まだわかんないけど。うん。第一話、千夏先輩。あー、新体操かな。いや、まじでさ、この体育館の大きさ、見たことないわ、こんなの。すごいね。あ、青の箱ってこれのことかな体育館のこといや、どうなんだろう。 えいきなり結婚ほいやねそれね本当に。親友ああ、それはいいねえ。無理なのあ、高根の花ほう、ああ。 もうこんな雑誌に載るほどあれなのうん。そこそこ。いや、辛辣。<laughs> いやー、頑張れ。頑張れ。な <laughs> ー、シード。<laughs> 敗退なのかよ。<laughs> いやあ、けど、朝練で話せるってね。うん。えそんなの関係あんのうん。うん。今日くんうん。まずはね、動かないと。いやーだから、ちなつ先輩、強豪校だね。あははは、頑張れ。<laughs> うん。 名前くらいはもう覚えてもらってないのかあ、あ、ひかくん来た。あ、ああ、レオタードか。かわいい。ああ、この子も。いや、女の子めっちゃかわいいな。ああ、ちっこいのか。ああ、そうなんだ。<laughs> <laughs> 確かにな、精神年齢な。<laughs> いや、もう好きな感じだわ、この作品、俺。ああ。なんか少女漫画っぽい感じもするんだよね。うん。うん。探ってる。この子はどうなんだろう。この主人公好きとかはないのかな。ああ。 うん、大切なのがあ、うん、筋肉か。そうな、いや、けどあなたは体操部だからとかじゃなくて、<laughs> いや、なんでそんな引くのよ。<laughs> 無理ってこと <laughs> 運動してんだからいけそうだけどね。<laughs> お、頑張ってるね。うん、ひなちゃん。 ああ、いるー。必ず先にいるね。ああ。開けてくれるの待ちなの。見とれちゃうなー。あ、行く !2 回戦 !2 回戦進出目指して <laughs> うん。のうん。 理想かなこれは。いや、いいんじゃないそれは。ああああこれ正解だろ。いや、食べてなくてもいいって、それで。<laughs> ああ、確かになんか。あ、バスケの本かな。動きみたいなのが載ってたかも。まあ、それも。あっ。かわいすぎる。ああああああ。 おうお一番いいあれじゃないうん。ええー、できる男。うん。いや、ね、できな、ね、い初対面、あ初対面じゃないけどね。あったかいお茶。うん。え何これでいいのかってこといや、まあまあまあ、いいじゃん、いいじゃん、もうこの勢いで。い可愛い,いな、先輩。 ああ、期待してるのえー、これはやばいね。惚れるね。ええへへへちょっとま、もう、あ、あ、返されちゃったじゃん。先輩うん。へへ、そうなるの いやーまあまあまあ、なんかね、似てるような感じするけど、空気。<laughs> いや、本当に、綺麗なあれだね。ああ、そうなのうん、冷たいのかな肌が。ああ。うん。名前知ってるじゃん。うん。え なんでいいお母さん。あ、なんか書いてあんのか、どっかに。あははそこ、え <laughs> は<恥>ずい <laughs>。は<恥>ずい <laughs> あ<ー>。ああ。いや、そうね。この、<laughs> おもろい <laughs>。いや、ほんとでかいね。校舎と同じくらい。もっとでかかったか、今。 いや、バトってすごい運動量だよね。マジで間髪入れず動くもんな、これ。いや、1対1でやるスポーツではかなりハードだと思う。うん。うん。ああ。あははは、顔緩んでる <laughs>。うん。 あそうだね。僕から。えー、これ何回戦まであの、そもそも。おうん。おん連絡先お,おうん。なんだあ、監督。うん。ひなちゃん。うん。見られちゃったね。あ、ははーんって感じあへへへへへ。<laughs> <laughs> うん、深刻なのか。え、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 ちょっと、あ、なんか,かまかけたこいついや、もうね、ちょっとかぶるからセリフが <laughs>。いや、何なの 心配だなあ。あ、物質かなあ,あすごいね。うん。うん。あ,あ忘れんうん。えー、<laughs> なんだよ <laughs>。あ、いるんじゃない 夏先輩ほらやってるええー、朝も一番早くて帰りも一番遅いのめちゃくちゃ努力の人だねおフルネームうんうんいやてかさっきのあの監督のは何だったのよそこら辺でなんかモヤモヤしてあれなんじゃない ああ。それで、うーん、かわいい。てか見てるんじゃないこっち。もうね、パスえバスケもうやるっないだろこんなの。いや、絶対勝てないだろ。<laughs> ああ、めっちゃ強い。<laughs> 限界だ。スタミナも。すごいね。 この子だって運動やってんのに。ああ。ああうん。前後左右の動きとかすごそうだもんな、バト。あ、そうなんだ。うん。うん。<laughs> あったね。<laughs> ああ、確かに。おすごいじゃん。 ああ、なるほど、そういう描写だったのか。<laughs> うん。ああ。いやこれはね、チームプレイだと結構責任感じるときとかあるから、俺もこっちの方が好きかな。ああ<ー>。トーいム。うん。 ああ。いやもう二回戦どころじゃなくないうん。すごい。そしてそれを知っている。あ青の箱ってあれかもしかして今の。うん。 あーいるわあすごい綺麗だしそうね <laughs> あーまたすごいとこ見ちゃったねえー、<laughs> ああ おええ <laughs> なんか聞いてないえ、いやいやえ、これいけんじゃね <laughs> 今が攻め時。えうん。あ。あ、先生かな。うーん。 あ、へえ。<laughs> あら。いやー、ちょっと、この、なんだろう。時間の流れ方とか、BGM とか、完璧すぎませんか <laughs> ああ。 さっっ体温があって,言ってたもんねいいななんかこのあったかい感じ。桜梅いや桜か。あ、よいよあれかな。うん。お弁当箱も名前書いてあったりして。 いいお母さんっぽいね。あーまた乗ってるじゃん。うん。いや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 、嘘つくなよ。え、え、え、ちょっと待って。え <laughs>、すごい共通点あるじゃん。<laughs> やばい。うん。いや、これ、もし結婚とかしたらね、なんかあれだ、おもろいね。 お母さん同士仲良しとか。ああ、で、見てたのか、雑誌。んえー、それでさっきなの、監督。な <laughs> あわあああこれこれ。で、夜中もやってたのか。 えーどうなるのこれ。いっちゃうのかうわーこれはちょっとどうにもできないね。うん。うーん。ああ。 いや一話目から熱っ。<laughs> あーいるのか。ああ、会えたね。さあ。うん。いや、これ残るのかなこの子。ううん。 うん。なあ。<laughs> ちょっとね、解決早っ。<laughs> いかないの、うん、うんうん、残るのあ、やったじゃん。<laughs> けど。 肩すかしがすごい <laughs>。いや、まあ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 、ありありあり、い之助がめっちゃいる <laughs>。うん。まあそりゃな、そうだよね。あ、忘れてたってやつ。お前や、その気持ち思い出させたの。 うわは <laughs> やばいやいや頑張ったよお前たきくーんおーあーそうね。 いやー、いいなーなんか、めっちゃ青春やね。<laughs> ああ、こうやって、だから、また学校行ってもいる感じん <laughs> 今はね、時間差すごすぎるんだけど <laughs>。かわいい。かわいいな、井のまた大輝くん。 だから9時半なのに布団入ってんの。いや、いるかも。いないそんなことないか。この家とかなんじゃないもしかして。ねえ、ね,ねえ、いるんだよね。ねこの家じゃんねえ。一緒に暮らすんだよ。あ、あお母さんやば、ばあちゃん、面白。<laughs> ああ。ああ。あ、やった最高。いや、もう二回戦どころじゃない。もう準決勝くらいまで来てるぞ。あとは決勝残すのみやん、ここまで来たら。<laughs> なんだ、このストーリー。いや、面白いね。いいね。いい1話だった。 あ、誰だなんか聞いたことあるような声が。気のせいかな。あー、なんかエンディングもいい曲っぽいな。オープニングもエンディングも曲良かったし、映像もすごい綺麗だったな、ね、あのオープニングの。あー、こっちも良さそう。あー、まだ見たことないキャラクターいっぱいいる。あの、ひなちゃんも可愛かったね。もうすぐ名前覚えちゃったけど。いや、女の子のあれがすごい可愛いキャラクターの。 背景とかもめっちゃ綺麗だし、カメラワークもいいしさ。BGM がすごい良さそうだよ。<laughs> まだ一話のしか聞いてないけど。あ友達もいいキャラしてたね。今日くんだったっけああ、知ってるかなあこっちのエンディングのカラーリングもいいね、なんか。なんか学校生活、恋愛、 まあ部活、いろんなあれだね、ほんと青春的な要素を見ていける作品なのかなまあけど、バドミントンとバスケは結構多めに描かれるのかもしれないけどね。いやー、また結構ルールわからないやつだわ。<laughs> 俺が <laughs>。てか、ここの体育館すごい。あ、ああインターハイ。この千夏先輩もほんとすごい人なんだね。いや、んな自分をね、高めてくれる人とか、そりゃ好きになっちゃうわ。 俺も猪俣大樹くんだったらあんなの惚れるよ残ってくれてよかったねこれでまた学校で会えるねっていうねそういう感じかとラスト思えばまさかのね起きたらいるっていうもっと早く察知したいとこだったねで青の箱一体何なんだろうこの先見てってね分かればいいのかな体育館とかがその青春とかを過ごしている場所で青い箱を青春を過ごしている箱ってことなのかな青い箱ってもしくはのバドミントンとかの羽が入って ケースみたたいいいなことを言っっててるのか何にしてもすげーいい一話だったはーいというわけで今回のエピソードに対する皆さんの感想だったり僕のリアクションに対するコメントをお待ちしておりますまた動画の高評価チャンネル登録まだのったらね是非チャンネル登録していただいて引き続き楽しんでいってください以上動画ぶとご用意しました